武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、まず、問題のパターンが3種類学部学科以外でありまして、教育学部、こちらが2パターンあります。でこれが、要は理数系とそれ以外、で、分かれており、でその理数系じゃない方が国際地域学部と共通と、なっております。そして工学部、こちらもまた単独で、問題が出る形となっております。でいずれも制限時間は110分で大問が4題、出題されております。で問題の難易度、出題の範囲に、関してですが、確率、微積、ベクトル、このあたりが、品質、の範囲となっております。でまた数列もかなり出やすい、ですね。で問題の難易度、これは国公立の標準的な問題が、中心、で、一部難しいのも入っておりますので、数学を稼ごうとするか合格点を取ろうとするかでちょっと、変わってくるかなと思いますが、基本的には記述論述練習が、最優先となりますので、国公立標準問題集キャンパス、こちらをしっかりやっておく、ことが、優先度が高いかなと思います。それを仕上げた上で、もう確実にちゃんと全部取れるようにしておきたいというのであれば、優しい理系数学など、を追加でやっておいても、いいかとは思いますが、または微積の強化という意味で微積分基礎の極意などをやるかですね。ただ、どちらかというと記述練習しっかりやっておいて過去問をやり込んでおけば、見た瞬間全く解き方がわからないような問題が出ているわけではないので、過去問のやり込みでもキャンパスの後はですね、十分できるかと思います。たださすがにセンターの直後に過去問だけやってればなんとかなるかと言われると、そもそも形式が違うのと、論述力がっていうのがありますので、そこも含めると、ちょっとその、難関の国公立の問題ぐらいは解けるように、するようにやっておいた方がいいかとは思います。で制限時間に関しては、大問4題に対して110分あるので、こちらに関しては、ミスさえしなければ、十分解ききれる、難易度、時間帯かなとは思いますので、とりあえずはその記述形式に慣れることで、標準、若干難しい問題まで、見据えて、しっかり、特に出やすい範囲を優先的に潰しておくこと、で、対策を心がけてください。以上が数学の勉強となります。